さん、カズさん、こんばんは。直樹さん、かわいい。ありがとうございます。ペフォゲナさん、こんばんは。カイワレさん、こんばんは。スーヤンさん、ヨシタクさん、クリちゃん、こんばんは。ギオ兄さん、こんばんは。クリちゃん、バラ、ありがとうございます。ことぶきさん、ギオ兄さん、こんばんは。ケンパさん、こんばんは。ヒロコウさんも、こんばんは。ことぶきさん、かわいいギフト、ありがとうございます。アキさん、こんばんは。トークンさん、こんばんは。エンジョーさん、こんばんは。ライオンさん、こんばんは。雪にかし、そう、珍しい時間に配信しました。5時42分やっけ、4時42分やったっけ、4時42分ぐらいに配信しました。オーディションの服です。首がなく見えるこの服。アンニョンスポーティージさん、ウーボーさん、こんばんは。ラカケンさん、こんばんは、元気です。アンパンチさん、こんばんは。伊藤さん、こんばんは。アリサさん、お久しぶりですじゃない、お昼ぶりです、お昼ぶりです。ナオキさん、団子、ありがとうございます。カズ先輩、こんばんは。タカさん、こんばんは。アイリッシュさん、こんばんは。さわやかさん、こんばんは。シュルメさん、こんばんは。晩ご飯食べました。食べた。久しぶりに対戦できた。久しぶりやっけ。どんちゃん、こんばんは。仕事中ですか、ありがとうございます。ライオンさん、忙しいのに。ザクソンさん、キャラメルマンさん、こんばんは。ピッコロさん、こんばんは。ね、あかりさんも、なっちゃんも、リカコちゃんも始まった。ナオキさん、こんばんは。コメント飛ばした。ジューポンさん、かわいい、ありがとうございます。七並べで雪理科にも当たらなかった。ありゃ、そうね、9時半までは5分おきにやって、9時半からはもうめっちゃやってました。もう終わったらすぐやって、終わったらすぐやって、パクモグさんだけ、モグパクさんだ、パクモグさん、モグパクさんだけ当たった。これが気になる。モグパクさんだ、モグパクさんだけ当たりました。赤人さん、こんばんは。安部さん、タコ、ありがとうございます。タコ最後くらいにできたね。そう、高則さん、こんばんは。水木さん、こんばんは。晩ご飯は某ハンバーガー屋さんの配達です。おとさん、こんばんは。こんばんは。理解できた、よかった。やあ、キリドンさん、やあ。しおりんさん、こんばんは。パクモグさんね、パクパクモグモグさん、誰ってパクモグさんに当たった。あ、星野源さん、今日はありがとう、こちらこそありがとうございます。くぼっちさん、こんばんは。当たらんかった、今日ね、自分もね、当たらんかったです。9時の枠、あれって思って、みんな忙しいかなと思った。メール見れてないか、忙しいか。9時の枠はあんま当たらなかったです。今日一日一雪りか、一日一雪りか、配信見ながらやってた。てつやさん、こんばんは。毎日9時、そうね、9時はやってる。自分ハートがいっぱいあるので、ゴールデンタイムにめっちゃ必死にやってます。そう、めっちゃやってます。もう何回やったか分からないぐらい。57分までやってました、配信始まる2分前まで。ロンリーボーイさん、こんばんは。アイコ自身めっちゃ当たった、めっちゃ当たったって、すごい。横ちゃんさん、こんばんは。ゆうちゃさん、団子、ありがとうございます。嵐さん、こんばんは。よしよしさん、こんばんは。カウント終わり、ありがとうございます。村上さん、ハロー。まえちゃん、ゆうきさん、たんなさん、こんばんは。残業お疲れさんです。高橋さん、こんばんは。ピッツァやってたか、そっか、晩ご飯作ってた。かおちゃんさんから来た、ありがとうございます。ピザをデリバリー、すごい。ピザはね、自分取りに行った方が安いけん取りに行く派です。ね、9時では取らなかったです。
やっとる人が多いけんかな。えっと思った自分も。島酒さんこんばんは。そう、テロップ、ご飯食べた。ご飯食べた。バーガーですけど。日本語のお勉強してますか？ありがとうございます。ちゃんとした日本語を喋らないと。髪が伸びたね。ヤスルパンさん50ありがとうございます。僕らのゆきりか。てつじさんこんばんは。ふっくらご飯さんこんばんは。星野源さんのうちで踊ろうはなんか流行ってるのは知ってるけどわかんないです。今須田さんだ。なんか歌番組見てます。間違い探し。須田さん、須田さん須田さんやっけ。清楚感がすごい。やった、ワンピース。お寿司さんこんばんは。こんばんは。あ、パクパクもぐもぐさんこんばんは。めっちゃ聞いてますね。すごい、おらんと思っていますよね、もぐもぐパクパクさん。すごい。ゆうきさんこんばんは。こんばんは。当たった。あ、ゆきりかおじさんと当たった。そう、このワンピース着た。あきさんこんばんは。ドラさんかわいい、ありがとうございます。かおるさんこんばんは。むねゆきさんとしか対戦したことない。やった、むねゆきさんと対戦したことある。まつさんこんばんは。おわかさんこんばんは。まつさん元気です。そろはさんとだった。すごい。自分まだ先輩は滝野さん、千穂さん、福田さん、新谷さんだけです。だけなのか多いのか。これです。髪はね、夕方は結んでたけどさっき下ろしました。生まれた時から44番押しです。ワンピース44番、宗行理香ですって言ってたやつです。安部さん、だるまありがとうございます。変わっとるアバターが珍しい。安部さんがアバターを変えるなんて。ウーバーは利用する。そう、あの、守ってます。外出自粛。ハンバーガー、そう、朝9時から7並べ。朝9時はやってない、夜9時です。今日風強いですね。めっちゃ音が聞こえます。もう閉めたんですけど窓。瀬戸川さんこんばんは。夜9時やってますね。あとは夜8時とかもだいたいやってる。うん、この後もやります。配信終わった後は絶対やってるので。配信見てなくっても11時台はほぼやってるので、11時10分44とか5分区切りのとこでやってみてください。20分44とか30分44とか35分44とか。そう、昨日見せた服 CDTV。 そう、須田まさきさんだ。合ってますよね。自分須田さんって言いましたっけ。間違えたっけ。キヨピーさんこんばんは。キヨピーさんか。オーディションの髪型これですよ。わかんないけど こうやったかな。髪が伸びましたね。あれは12月に撮影、11月、もっと前か、10月に撮影したやつでこれですね。ユウシさんこんばんは。僕呼んできたんですか。え、そんな仲いいんですか。すごい。カズさんこんばんは。リョウグさんこんばんは。あ、報告があった。すごい仲いいですね。パクモグさん、パクパクモグモグ。服に合ってる、ありがとうございます。ワンピース、これはオーディション受けた時に買った。入信者に着ていこうと思って買ったんですけど、入信者までに届かなくって、これ渋谷の1093のネットショッピングで買ったんですけど、入信者までに届かなくって動画できた。入信者は赤の服で行った。配信後は石並べやります、やります。ヒゲダンさんね、ヒゲダンさん。あやパンと当たった。
一番好きなお茶、何でも好きです。なんか気にして飲んだことないです。何でも飲む。一番手に近いやつ飲みます。コンビニとかやったら特に一番取りやすいの飲む。ユースさんハートありがとうございます。そう、一回対戦したかいわれさん、かいわれさんやと思った。ライダイさんこんばんは、しんいちさんこんばんは、なおさんこんばんは、合格ですってありがとうございます。お代官様、お代官様なのさん、大きくなって、大きく、でもあの時の方が多分細かったです。体は外寒い。あ、全身写真がいいですか。なんか全身写真ね、あの撮らなきゃいけなくって何枚かあるんですよ。メールでなんか全身写真送るのあれかなと思ったんですけど、今日1枚送ってみた。そのうちの明日もありますよ。全身写真、全身写真を撮る用事があって、全身写真はあと4枚ぐらいある。アンナちゃんただった。中島さんこんばんは、マー君さんこんばんは。外出自粛がなくなったらそう外に食べに行く。9時台は9時半までは5分おきにやってて、9時半以降はランダムでやりました。ランダムの時に当たったのはモグパクさんだけです。モグパクさんだけです。ゆうじさんこんばんは。人生で一番楽しかったのはあれです、18歳から19歳に変わる頃です。19歳、何歳の頃、19歳です。19歳の4,5,6,7,8,9,10,11 ぐらいです。かすぼうさんこんばんは、こんばんは。雪にかなぎほっぺアバターね、頑張ります。1年経ったら作れるんですよね、アバター。センスないですけど対戦できますように。オーディションの YouTube で来てました。 YouTube で見れます。 YouTube 髪伸びたらそう嬉しいです。とりあえず伸ばします。あの研究生の間は思い切り変えれないので、とりあえず伸ばして切っていいってなった時に切ります。ヤスルパンさんかわいい、ありがとうございます。マッキーさんもありがとうございます。ユイジさんハートありがとうございます。前髪反抗期、今日前髪綺麗ですよ。眉毛も整えたところやし、いい感じです。あとはね、顎を引く特訓をしたい。周平さんこんばんは、タッキーさんこんばんは。すごいなんか写真を撮るときに顎を引けってすごい言われるので、顎を引く練習をしなきゃ。サイズで一緒にピザ食べる仲間、めっちゃ仲間じゃんそれ、すごい。タッキーさんこんばんは、仲いい、いいね。通販、そう、あの自分109に行けないので、そういいやつですよ。どこのやつやったっけな、そう愛媛にはないお店なんです、好きなブランド。ゆうじさんかわいい、ありがとうございます。あ、そっか、赤い服みんな知っとんか、そっか、そっちでやったらよかったね。まさふみさんこんばんは、いちごミルクは昨日で終わりました。じょうたろうさんこんばんは、くるとさんこんばんは、マッキーさん花束ありがとうございます。そう、太鼓の連打してるやつ。普段聴いてるアーティストさんは最近はアイドルさんばっかです。今日も配信前音楽してたけど、聴いてたけど、イコラブさんとか聞いてた。そう、動画の時はね細かったです。今までで一番細かったです、体はね。顔はあれだけど。ノーさんこんばんは、肉汁さんこんばんは。潜在写真、はあ、裸足で撮ったけど使われなかった、タムタム。そうなんや、カフェオレ、そう飲んでます。カフェオレはこれ今日、あとねあれがあるんです、今日美味しいジュース、三角のカフェオレがあるんです。わからんよね、三角のパックのカフェオレがある、お風呂上がりに飲むやつ。
たらんかったか。おじちゃんこんばんは、宮崎の。あ、全身写真も嬉しいですか。なら全然全身写真送ります。今日は写真がなくって全身写真送ったんですけど。ヒゲダンさんかはあんま聞いてないな。流行りもね聞きたいんですけど、ヒゲダンさんですよね今。そう、アイドルなるまで楽しかったです。一番ヨシーさんこんばんは、こんばんは。そうね、バイトが楽しかったかな。全身写真2本買い占めといいね。ケンタさんこんばんは。前髪編み込み、前髪で前髪なかったら変なんです。ひーくんこんばんは。しんいちさんハートありがとうございます。マヨサロン、マヨサロンじゃない、マヨサロン行ってないです。マヨサロン、マヨサロン行ってないですよ。自分やりました、もう自分で。もったいないと思って、お金が2500円ぐらいなんですよ。眉毛3500円だったかな。おからならおしさんこんばんは。おからならさんおしさんこんばんは。高いの服ですか。そう、いいやつです。5000円以上1万円以下です。まあ普通か。そう、足引きじゃない、顎引けって言われます。顎出がちなんですよね多分。室内鍋当たったよ、やった。ビッグカツさんこんばんは。ヒーくんこんばんは。梅坂さん、テレオさん、三毛猫ファミリーさんこんばんは。安部さん、だるまありがとうございます。最近はダンスがないので褒められてはない。毎回モグパクさんをいじってるおかしい人だと思った。え、なんかポニ太郎さんがモグパクさん好きなんかと思った。あ、なんかモグパクさんってなんか冷たいイメージです自分的に。でポニ太郎さんが追いかけるイメージって感じでした。メタバネコさんかわいい、ありがとうございます。この服ね、いろいろ思い出すからよい。ムーランさんこんばんは。配信では初めてですこれ。そう、似合う、ありがとうございます。今も細い全然。ゆずりえさんこんばんは。スケーモンさん、バラありがとうございます。コメントたくさんなのでありがとうございます。新しい趣味まだ見…あ、映画鑑賞です。携帯入れの映画鑑賞。手遅れポーション見ました。手遅れポーション。ラブリーナさんこんばんは。セブンは行った。 T シャツさんこんばんは。飲み物が欲しかったので。メカジーさんこんばんは。セリアさんこんばんは。ヒゲダンリズムですっけ。ヒゲダンリズム。自分もね、そう、歯出すの嫌いなんですけど絶対歯出したの使われます。そう、ラジオ体操してない。ナメナメさんこんばんは。マッコンさん先ほどはありがとうございます。こちらこそありがとうございます。米津さんもめっちゃ聞いた。おでこから上が切れてる写真が多いから、全体が写ってる写真があるといろいろ使える。そうですか。おでこはね、そう、隠してるね。ヒームさん初見で初めまして。 STU48 の2期研究生ゆきりかこと宗ゆりかです。こんばんは。コメントが遅いけんもうおらんかもしれんけど、ヘイジさん、バックナンバーさん今日聞いた。そう、眉ね 2,3000 円するんですよね。行かなかったんですけど。伊豆田さん、クマありがとうございます。まだいますか。クマありがとうございます。遅くなった読むのが。クマありがとうございます。猫ひれさんこんばんは。ヒゲを何星になっとる。ヒゲを蓄えた男性、え、わかんないです。あんま見んな、ヒゲを蓄えた男性。あ、バックナンバーさんや。カズさんこんばんは。冷たいイメージ。そう、オタビエルそんな感じです。え、でも好きですよそういうの。あ、そのあれじゃないですけど。グリーンさんあんま聞かないです。ブンゴさんこんばんは、こんばんは。宇多田ヒカルさん、マークンさん、だるまありがとうございます。秘書みたい、私がですか。コーギーさんこんばんは。
そう、配信は初めてですね。なんかいっぱい服持ってきてるんですけど、まだ着てない服はいっぱいあります。いつも自分が同じ服ばっか着るんですけど、服はいっぱいあります。2001年はゆきりか1歳です。2005年は5歳、2006年は6歳っていう感じで、自分の年は計算しやすいです。ヒロさんこんばんは。そう、映画見てる。ツッキーさんこんばんは。え、比較のツイート？え、あ、後で見てみる。なんかゆきりかで調べても引っかからん時あるんですよね。そう、細くなった。寒くないです、暖房つけてるので。小井の師匠さんこんばんは、ありがとうございます。50カウント、そう、30円を削った。モグパク人気かよって。10回対戦してる。そう、すごい早い。握手会で着る予定はないですね。これは握手会もうちょっとおしゃれしようかなと思ってます。これはただのワンピースなので。ホワイトウキ冷たいと悲しい。嘘、悪い意味じゃないですよ。なんかさっぱりした方かと思ってる、自分の中では。なんかあまりコメントをしないじゃないですか。いい意味ですよ。なのでさっぱりしてる方かなと思った。新一さんだるま、ありがとうございます。雪に変えた。嘘、自分さ、あれ見たっけ。うっちーさんこんばんは。こんばんは。どんなジャンルの映画を見てる？今は恋愛映画を見てます。昨日はね、何見たっけ、山崎賢人さんのやつ見た。なんか一回山崎賢人さんの見たら、山崎賢人さんの関連に出てくるんですよ。それで見た。狼男みたいなやつです。狼男と違う、狼男じゃない、狼少女だったっけ。米津さんは、米津さんのボカロが好きです。コスプレ握手会優しい人、それは分かりますよ。それはめちゃくちゃ分かります。モグパクさんが優しい人なのは。懐かしい服、ラフな格好でコンビニは行く。ティガーさんヤッホー。勝利さんこんばんは。そうそう、今日ねメガネで寝起きの髪ボサボサで、そう外に出たらマネージャーさんに会ってめっちゃ恥ずかしかったです。誰にも見られん自信があったので、寝起きの髪ボサボサで前髪もない状態でこんな感じで眼鏡かけてマスクして外に出たらマネージャーさんに会った。いいんです、今日眼鏡姿を初めて外部の方に見られた。身内以外で初めて見られた。ショックでした。結局コンビニは行かなかったんですけど、引き返したんですけど、行かなかったんですけど。てるいさんこんばんは、元気です。こんばんは。ショックです。メガネも人に見せることがないんですよ、自分本当に。なのでめっちゃショック。僕はどんなイメージですか。イメージ、たけるくんか。たけるくん、どんなイメージ、わかんないんですけど好きですよ。なんやろ、キャラっていうか、なんか限定の服装、デパが黒王子やっけ、狼少女の黒王子やっけ。京丹さんさん、はじめましてこんばんは。 STU48 の2期研究生ゆきりかこと胸ゆきりかです。こんばんは。三浦みのるさんこんばん。気づかれる。そう、話しました、マネージャーさんと。もう本当にショックです。いや、たまたまなんですけど、あったのは。気づかれてます。え、ショックです。寝起きですよ。寝起きのボサボサで髪まとめて、おでこ出して、メガネのマスクです。ひー、わ、カエルっち。
もぐぱぐさんのことをコメントするときはカエルッチに支援されて、支援されてカエルッチさん、なおさん、卵じゃない団子、ありがとうございます。カエルッチさん、そう、もう育休なんかなくなって帰ったんです、そのまま。44番痩せた、痩せた、嬉しい。文子さん団子ありがとうございます。ポームさんグッドナイト、グッドナイト、スイートディーム、やめてください印象を聞くのは答えるのが難しいので印象を聞くのはやめてください。エビスさんこんばんは、こんばんは。血並べ、そうね、やめてください印象難しいです。あ、ケリドンさんはしっかりしてるイメージです。仕事ができる男性です。丸のメガネです。目がちっちゃくなる丸めのメガネです。髪も適当に束ねておでこ出して丸メガネの目小さい黒マスクです。もう一番最悪な状態を見られましたね。カツンさんこんばんは、2回目だ。カツンさん昼に来たっけな。何も言われないです。さすがに触れては来ないですよね。オーディション YouTube 見た？ありがとうございます。な、面白くもない YouTube で。桜ごっこさんこんばんは、こんばんは。レオチョスさんはじめまして、こんばんは。初見マークがないけどコメント初かな。ゆきりかです。どっちが気づいた？自分が気づいた。本能寺の変とは何？あ、わかりますよ。1582年ですよね、本能寺の変。歌知ってるので。明智さんのやつ、わかんないです。たまたまあった。マレンジャさんの家は知らない。保健さんこんばんは。アンパンチさん花束ありがとうございます。あ、見られたくなかったです。メガネで撮れたの初めてです。そう、本当にメガネで撮れたのは19歳になって初めてです。多分もう誰も見ないからと思って。あ、井上里奈さん好きです。欅坂で目はちっちゃいです。あ、嵐さんや。オレンジ見ました、めっちゃ感動です。自分オレンジ見た日余韻に浸りすぎて寝れなかったんです。寝れなかった日です。昨日か一昨日見た。ベリカさんこんばんは。星がない、大丈夫です。ありがとうございます。ゆずりえさん、モッチーさんこんばんは。油断禁物ね、たまたまです。本当に山崎健太さんみたいな兄貴ですか。山崎健太さんみたいなイケメンの兄貴ってこと。お兄ちゃん欲しいですね。そうね、背が高いお兄ちゃんが欲しい。復帰した、握手会行く、待ってる、待ってる。白王子と黒王子だったら黒王子の方が好きです。なるべく特報飲むようにしてないです。うん、全然飲んでない。そう、握手会に来てください。僕の印象、明智さんが誰かにしばかれる話ですよね。歌人の駅どうしてって。握手会にいた後、アリスさんはめっちゃ覚えてます顔。握手会自体まだ一回、そう、まだ寝ないんですよね。握手会自体か。自分もでもそうです、握手会行ったことない。ゼロさんこんばんは、こんばんは。落ち着く。 CGTV 見てる。そう、嵐さんですね。身長があるから、そう、大きいお兄ちゃんが欲しいです。黒王子どっちがいいですか。アリサさんは白王子と黒王子。七並べありがとう、忖度できなくてごめんね。大丈夫です。ヤスペイさんハートありがとうございます。ルポリンさん、ルポリンさん、この後も七並べします。まだね120位をうろついてるので頑張りたい。
アーチーさんこんばんは。渡辺リカさんと雪猫さんのダブルリカ推しになりました。ありがとうございます。嬉しい。自分も渡辺リカさんから欅坂さん入りました。あれお恥ずかしいって、もう分かってます、多分分かる。もう名乗るの不可能。え、名乗ろうよ、握手券ある。みほりんちゃんの配信は1回だけ狙った。七並べ背が高いのは自分ですか？自分167です。 167.4 なのでお兄ちゃんは175以上欲しいです。欲を言ったら180以上欲しいです。あ、黒王子派ですか？一緒。すごい嬉しい。なんか黒王子の方がモテるのかな。大きいお兄ちゃんです。そうね、大きいお兄ちゃん欲しい、欲しいですね。かなんやろ、お、でもお兄ちゃんか弟が欲しかったので、なんかお姉ちゃんとかいたら仲良くなれるか仲良くなれんかのどっちかなので。山崎賢人くんが、山崎賢人さんが別に自分好きなわけじゃないんですよね。トップランキング早く上がってきてって難しいんですよ。みんな強いんです。そうなのでこの後当たったらね、ぜひぜひ忖度を、そうなんか忖度してねみたいなスタンプ押す勇気がないんですよね。サラピ配信でも狙って、サラピ配信狙ってないです。今日僕名前名乗ったら分かってくれるかな。覚えますよ、握手会で名乗ってください。お寿司さんも井上里奈さん推し一緒。え、宗行さんの握手会待ってます。話しましょう、ぜひ。制服のマネキン、え、そう、渡辺理香さんから入ってた。初めに買ったタオルは渡辺理香さんです。熊太郎って彼とめっちゃ対戦する。わかります、熊太郎さんめっちゃ対戦する。 Y2 センチしか変わんない。舞浜のお見送りの時にゆきりかって言ったら目を真ん丸くしてびっくりした。え、千代さん推しの方ですよね。待ってます、今度絶対覚えるので。マー君さんバラありがとうございます。バラ投げ、かわいい妹、かわいい弟がいいな。もうちょっと年を離れたかわいい弟が欲しい、欲しかった。アリサさんはすごい公園でずっと見てたので覚えました。一週間フレンズまだ見てない、今日見る予定です。よかったよってレイカちゃんに勧められて1週間フレンズ。あんまり話さない距離感、そうね、自分そうやね。でもちっちゃい頃は毎日弟と遊んでましたよ。リカちゃん人形で遊んだり、トミカのでっかい車の道路を出して遊んでました。めっちゃ仲良かったです。晩ご飯できるまでトミカで遊んでみたいな、めっちゃ遊んでた。伊藤さんハートありがとうございます。さあこの後対戦する方は忖度。しおさんこんばんは。欅坂さんの話しましょう。忖度してるのはダメだよって言ってた。そうなんですよね、忖度してるのはスタンプが押せないです。自分よう押せない。なっちゃんとかめっちゃ押してくるんですけど、何ネタ？何ネタやろう？いつかによるけど握手会が。秋葉原に出張はないですね。熊太郎さんね、めっちゃ対戦する。お上品なお友達でありがとうございます。自分一人っ子じゃないです。弟がいます。松田理香さんが初めて、あ、世界の終わりさん。世界の終わり。そう、そう、ちょうど自分の 目の前にいて、アリサさんが。そう。めっちゃ自分のところ
さんこんばんは、こんばんは。オーディション見た、ありがとうございます。今日お休みメール来ましたか？引っかかったかもしれん。引っかかったかな。平和だなって。ノーメイクで引きアングルだった。メールがプラレール、そう、何分から七並べは23時。来た？あ、じゃあ何やろ。怖い、なんか怖いですね。 LINE が来たらマネージャーさんが、自分は名前は熊太郎じゃなくて熊太郎あ、熊太郎さん見てましたか、配信ありがとうございます。めっちゃ当たりますね七並べ。熊五郎さん、あ、びっくりした、メール引っかかったんかと思った。よかった、何したっけと思った。熊五郎さん、熊五郎さんめっちゃ当たりますね、よかったです。あ、来てるね、よかったよかった。なんやろ、まあ、でも何分から、すごい聞きますね。どうしよう、決めてないんですよ。配信を何分に終わるか決めてないので、でももう今から配信、違う、タジくんだよさんが 今から配信見ないのであったら23時半はやってます。絶対23時30分44秒から5分おきは絶対やってると思います。23時30分44、23時35分44、23時40分44です。は絶対やってる。そのタグする余裕がない。あ、熊五郎さんに当たるよね。自分もめっちゃ当たります。9時台熊五郎さんも当たりました。9時台に2回ぐらい。秋葉でいつか行きたい。寝落ちするかも。日向坂さんの推しは浜岸ひよりさんです。これは推し編とかせずに、浜岸ひよりさんが初めて登場するからずっと浜岸ひよりさんです。日向坂さんは推し編一回もしてない。タジ君分かった、見てる。11時30分44から5分おきでやってます。コーヒーさんこんばんは、こんばんは、こんばんは。秋葉原ね、普通に東京に行ってみたいです。なんか修学旅行とかでしかほぼ行ったことないので、用事の時しか行ったことないけん、普通に遊びに行きたい。まずあれだ、コロナが収まったら下打ち巡りにも行きたい。取っ組み合いの喧嘩、ないと思う。え、秋葉原の雪梨花さんのハート型のうちは知り合いが買ってくれた。すごい早いね。あれ欲しいです、自分も。でもどうやって手に入れたらいいんだろう。自分は秋葉原のうちはバチボコ。昨日の対戦あった、ポンタロウさんの会ったことは覚えてるんですけど、昨日の対戦夜のかな。東京に来たらどこ行きたい。まずね、東京に何があるか分かんないんですよね。109しか分かんない。あ、ディズニー行きたい。ディズニーは東京じゃないみたいな。当たらない？そう、あ、原宿もう一回行きたいです。当たらない？そう、うちはジャクソンさんやスルパーさん、ディズニー行きたいね、行きたい。でもディズニーはあのメールにもあげれないんですよね、引っかかるから。ディズニータオルあと1枚で完売、すごい。やったね、買ってくれてる人がいる、嬉しい。近くまでは行ったことある。世界に一つだけの花、あ、スマップさん。無音夜景分からん。阪急電鉄さんこんばんは。原宿って何がある？え、大きい綿飴っていうイメージ大きい綿飴、
原宿ね行った写真があるんですけど、制服やけん載せれんのですよね。せっかく撮ったのに。修学旅行の班に写真撮るのがめっちゃうまい子がいて、いっぱい撮ってもらったんですよ。渋谷ディズニーはシーしか行ったことない。ハート型茶2期もある。大きい綿飴、そうそう食べたんです。サオラさんこんばんは。こんばんは。写真あるのにね制服だ、ダメだ。あでも制服写ってないやつ、これです。これ食べた。タオルも販売されてる。あのいつものやつですか。タオル、秋葉原のやつ。秋葉原まだあると思う。全然綿菓子ネットはないけども、秋葉原の1枚で終わりかな。そうこれ、これを食べたくって食べました。ディズニー何円やっけ。そう前のやつ、前のやつ。タオルは何円か忘れた。高そうです。何円やろ。高そう。めっちゃいい写真があるのに全部制服が見えてしまう。全部食べた。美味しそう。そう美味しそう。食べづらいけど美味しいです。味がついてました。しかも青はなんか青の味でみたいな味がついてた。トゥッティーキャンディーファクトリー、綿菓子屋さん。先週はまだたくさんあった。くじましさんこんばんは。不要不急そうやね、危ないね。今は自由行動の時。そうごっけん。はじめまして、アッスーさん。はじめまして、 STU48 の2期研究生ゆきりかこと宗ゆきりかです。はじめまして、こんばんは。そう青には青には味があるんです。そう綿菓子って色変わっても味変わらないみたいなイメージがあったんですけど、味変わりました。変わってました。ディズニー いい感じの写真。これ制服わからんけ。1,000円そんなしたっけ。めっちゃ綺麗な写真も撮ったんですよ。恋つづの台です。恋つづって何。恋は続くよどこまで。聞いたことあるけど。そうめっちゃいい感じ。 LINE のホーム外にできそうな。これ高画質なんですよ、見えづらいけど。もめで引っかかるかな。もう場面背中、お背中の写真しか見せれん。背中めっちゃ高画質。そう後ろ姿よく撮る。乃木坂さんのファンだけど STU だと暗闇と人打ちの声が好きです。ありがとうございます。メンバー知りません。私は2期生の宗ゆきりかです。2期研究生です。ぜひ覚えてください。ゆきりかって言います。胸ゆき。そう三つ編みです。もっといい写真があるけど見せれん。制服が見える。見てくださいこの高画質のいい感じの写真。わかんない。恋は続くもどこまでの、めっちゃ聞いたことあるけど見たことない。
みのさんこんばんは、キワリさんこんばんは、タワーオブテラー乗りました。そう、アディダスのリュックが自分です。タワーオブテラー乗った。あ、これも高画質。あ、だからディズニー見せたらいかんけ。大丈夫かな、高画質。一瞬だけステラル。タケトさんこんばんは、こんばんは。ふみおさんハートありがとうございます。ハート夢の国です。キャラクター、うーん、わかんないんですよね。自分はウサギのやつです。ステラルマーメイド。ディズニー近いのに行かない、羨ましい。一緒だけど、まあまあまあ、バンされたいのでセーフです、バレてないです。どこのメーカーのスマホ、これですか、これ 6S です。スマホですか、 6S です。のぶたはまだ見てない。ボーランドです。ステラルー好き。ボーランド、ボーネズミの国です。自分も修学旅行以来行ってないです。行きたいんですけどね。ユニバーめっちゃ行きました。ユニバー、ユニバーはもう6回ぐらい行った。そう、セーフです、セーフ。がっつりなんかぬいぐるみとか置いてないんで、ぬいぐるみダメなんですよ。ぬいぐるみが見えたらダメって言われるんですけど。ネズミの国10回以上行った、すごい。自分もでも行きます、人生であと5回は行きたい。ちょっと遠い、そうね、愛媛からやっと遠い。大阪は行きやすいんですけど C です。なるすのにかわいい、ありがとうございます。全然あけてさん、そうサラちゃんとも行ったね。ユニバは、ユニバはめっちゃ行った。宇和島城、夜のパレードか。そう、パレードは見たことない。ヌピディカ、そう、ヌピどこ行ったっけ。ヌピはバンされないです。ヌピ、いや、誰と行きたい、なっちゃんとかかな、レイカちゃんかなっちゃんです。自分レイカちゃんとサンリオに行こうって約束はしてるんです。サンリオの東京のやつ、ピューロランドかな。ドラマがあって事前に苦手なんですか。子供が行きたいって、でも子供は行きたいっていつか言いそうです。自分も小学校の時ディズニーめっちゃ行きたいって言ってました。なかなか行けなかったんですけど、愛媛からやけん。園内で泊まると楽しい、そうね。ペちゃんも行っちゃってた。ユニバで一番好きなアトラクションは、あの今ないんですけど、室内ジェットコースターの星空のやつです。宇宙のやつ、サンリオ。そう、ミリタもサンリオ好きよね。みんなサンリオ好きです。日記研究生、レイカちゃんとサンリオ行く予定があって、なっちゃんは瀬戸内巡りをする予定です。なっちゃんとはなんかゆったりしたところに行きたい、京都とか。それこそ優先で偶然出会いたい。そう、愛媛ね、行きづらいんですよね。おいら C に2回行って、2回ともセンターオブジャース、センターオブジャース分かんないけど乗れなかった、悲しい。それはカズリンさんこんばんは。ユニバ、そうやね、ユニバでもいいね。サンリオ投票してないです。ヨシタルさんこんばんは。鼻で笑われた。あ、園内で、そっか。なっちゃんはサンリオはポンポムが好きです。サトシさんこんばんは。約束、そう、約束はしてます。絶対行こねって、サンリオの。京都行きたいですね。今日七並べします。
なっちゃん愛媛？愛媛？そうね。自分の家にあれよね、泊まれたらいいよね。それは分かんないんですけど、とりあえずでもコロナが収まってから。ランディお父さんこんばんは、ともちんさんこんばんは。ポンポンはレイカちゃんも好きだと思う。レイカちゃんはサンリオです。ポンポンケリドンさんポンポン、そうね、ケリドンさんがポンポンも好き。ポンポン、そう、コロナが収まるまでは我慢です。ハローキティスマイル行ったことない。愛媛にタオル美術館ってところがあるんですけど、タオル美術館ってところのサンリオは行った。キティちゃん店行った。 STU になるちょっと前、12月3日今と同じアプリ使っとるけど、顔がつく。キティちゃん店は行きました。あ、行った？タオル美術館のやつ好きではないんですか？似てるからですか？好きじゃないの？焼きぶる卵飯お寿司。あつしさんこんばんは、こんばんは。何かで見た気がする。そうやね、メールで送ったかもしれん。ハローキティ店、あ、見せたっけな。瀬戸チャレで映ってた。そう、タオル美術館瀬戸チャレ。シナモンは自分は推しではないんです。シナモン、そう、瀬戸チャレもやってた。ムーミンか、ムーミンもいましたよ、タオル美術館。ムーミン、自分のお母さんがムーミン好きです。ムーミン、タオル美術館ってところです。愛媛県の安兵衛さん団子ありがとうございます。さやちゃんこんばんは。キャラメルポップコーンこの前食べました、グレタマのやつ。広島はね、グレタマなんですよね。キティちゃん、あ、これいい感じ。前から投票してもうた。お、やった。キティちゃん、トシさんありがとうございます。チューリップ、朝倉の、そう、タオル美術館ってところです。そこもね、観光スポットなので、ぜひぜひ。しかもね、自分が行った時全然人がいなかったんですよ。見てください、この好き好きのキティちゃん店。お母さん何歳か秘密。ニョロニョロが好き、わかる、白のやつ。ひなたさんこんばんは。ムーミンが好きって言ったら年齢バレたりしないですよね。全国のキティちゃん全然見えない。ケーキの左足さんこんばんは。質並び強すぎ全然です。頑張ってます、回数やってるだけです。あ、ポンポンもあった。ポンポム、ポンポムのお家貸し切り、そう、お母さんと二人やった。ほぼキティちゃん体重リンゴ3粒。前室はシナモン、マイメライシナモンに負けるのは尺なので、ポンポムに投票します。好きじゃんポンポム。良平さんこんばんは。そう、撮影できます。これはお金払って入ってます。キティちゃんは、キティちゃんにお金払って入ったらムーミンも撮れるって感じです。今はもうやってないけど、キティちゃんはムーミンあるかな。でかいキティちゃん、タキシードサム？ミリアがタキシードサム好きやっけ。タオル3つ分、タオルじゃない、リンゴ3つ分。そう、タオル美術館、リンゴ、イチゴです。これタオルでできてるんですよ、多分タオルでできてる。愛媛タオル有名です。7時並べ、そうですね、そろそろやめます。
やります、そろそろ。ミリタン、ミカン、ムーミンの丘、わかんない。自分ムーミン知らないです。松江さんこんばんは。こんばんは。タオラ美術館、そう結構行ってる。タオラ美術館の中にご飯食べるところがあるんですけど、中華料理屋さん、そこがめっちゃ美味しい。もっと早く行きたかった。ヨシタンさんこんばんは。リコさんこんばんは。今治タオル、今治タオルがめっちゃ売ってる。道後温泉からやったら行きづらいんですけど、うん、タオル美術館は結構行きづらい。リンゴ400個分、ケリドンさんですか。リンゴって1個何キロやっけ。今治タオル、12月9日に行ってた。自分12月3日です。すごい。ゆうぽんさんこんばんは。そう、オーディションの時の服、ワンピース。惜しいね。12月9日は何しよったっけな。12月9日ないや。12月あ、これ12月8日です。これ12月8日これ見せたことあるよね。何したやろ。福川ありがとうございます。あみちゃんこんばんは。そう、車じゃないと行きづらいね。バスが出とるみたいやけど、玉川から回れる。車で来たら行きやすいと思う。そう、あそこはなかなか行きづらいけど、この前ガストチャレかなんかで紹介されてた。これだ、レンタカー。車があったらめっちゃ便利ですよ。松山とか今治とかも全部1時間で行ける。新居浜も1時間、松山は1時間半とか。髪が伸びた。服かわいい、ありがとうございます。首長くなったら違いますね。これ多分着方が変なだけです。こうやって着てるんです。それそう、急いどっても着方がおかしいだけで。髪が伸びたね。この時の方が細い。お久しぶりです。岡ちゃんさんこんばんは。こんばんは。下の電気が最高ね。最高。いつ頃のサメ。10月3日です。10月3日です。下の電気、この時の方がスタイルがいいですね。遅いです。まだ見てないなんて言えない。声が高くなった気する。え、そうかな。あ、でもそれはでもね、実感することがある。カラオケで歌ってた低い歌が歌えなくなってることがある。たまに松山走りやすい。え、この時めっちゃ足が細い。今太った。しんいちさんおやすみなさい。おやすみなさい。そろそろ配信終わります。写真ってなんか振り返ったらどんどん見てしまいますよね。黒い羊、ゆきりかの声好き、ありがとうございます。垢抜けた、ありがとうございます。頑張ってます、垢抜けれるように。終わらないで。毎日通ってる。近いんだ。メッツさんそんなことないようで。上半身はそうね、こっから上は今の方が細いけど、下半身はこの時の方が細いです。愛媛に行きたい、ぜひ。めっちゃいいと思います。子供さんと一緒に温泉入って
道後温泉からここは路面電車で行けます。明日も学校頑張ってください。学校全然あるんや、普通に頑張って楽しもう学校は。ねえ、写真見始めたら終わらないですよね。すごいわかります。そう、すごいわかる。こっちの携帯には、あ、でも言うてないけど2500枚あるんです。のりさん、初見で可愛いギフトをありがとうございます。はじめまして、 STU48 の2期研究生ゆきりかこと胸ゆきりかです。こんばんは。垢抜けたら可愛くなりそう。頑張ります。とりあえず顔がちっちゃくなるよう頑張ります。愛媛一日で回りきれんかったからまたゆっくり行きたい。ぜひ時間があるときに。ワイも仕事頑張って。そうやね、平日ですもんね。今日月曜。岩手県だけになった。あや、ワイも学校、え、頑張ってください。自撮りは全然してないです。あの STU になる前は自撮りはないです。たどりですね。昔の写真がある。これも保育園の時、パン食い競争。パン食い競争よりは大きい。ゆきりか、もう10日まで休校で暇だから、ゆきりかさんの配信楽しみにしてます。ありがとうございます。ゆいとさん、初見でこんばんは。はじめまして、 STU48 の2期研究生ゆきりかこと胸ゆきりかです。こんばんは。何分から半までには絶対 やります。はいはい。ゆずりえさん、ハートありがとうございます。休業。のりさん、かわいい、ありがとうございます。これも保育園です。ご敵体操、指揮者しました。自分対抗したかったんですけど、先頭です。自分が見える？見えないですよね、顔は。そう、指揮者です。明日の配信はとりあえず夜は確定です。そう、なんか保育園とかで定期演奏会するときは絶対ピアノをさせられてて、強制的にピアノ習ってたけん。でもこの時はピアノがないけん対抗したかったんですけど、指揮者が絶対いいよって言われて指揮者にしました。太鼓は良かったんですけど、勧められて棒持ってます。鼻かんじゃないです。でもなんかみんなと違う帽子。モハメの写真。明日もそう、今ね広島外出自粛が出てて、なかなかレッスンで集まれないんですよね。背が高かった。そう、背が高かったです。お祭り、険しそうな顔の雪にか。耳の下の辺も押したら顔に効く。分かりました。いろいろやってるんですけどね。ミストラルさん、こんばんは。七並べメール配信、そうそうです。わっしょい、お祭り。自分ちっちゃい頃から眉毛が変です。平日も自粛してます。どこの方言？愛媛県です。なんとか県って言ってるのは愛媛です。愛媛出身でずっと愛媛にいました。ご機嫌斜めなこと多くなかったです。これは眩しい剣です。眩しい顔です。鼻筋がないんですね、自分ちっちゃい頃。明日のご飯決めてない。めっちゃちっちゃい頃。眉毛。広島は
なんとかやけなんとかじゃけって言うかな。剃ったら怒られた。自分も剃ってた。眉毛の形が変なんですよね。これはでも髪の毛もないんです。髪の毛ないですよ自分。ベジータの髪型しと元気です。そんぐらいかな。ゆきりか。ね、そうね。ゆずりやさんと息子さんと同じぐらいの年かな。でも弟の方が可愛いんですよね。ちっちゃい頃ないんですけど写真が。弟の見取り図髪の毛そうなかなか生えなかったです。自分なかなか短かった。前に眉毛自分で剃ったら半分なくなった。そう髪の毛なかったです。なんか昔の写真って感じ。あ、第2子は写真少なくなるね。そうですね。そうお母さんが言ってた。なるよね。初めに生まれた子の方が写真いっぱい撮るって。あるある。ご両親、お母さんが見てるかも配信は。ね、ゆずりやさんのお子さんめっちゃ可愛いです。めっちゃ可愛い。笑顔がめっちゃ天使です。見てます。可愛い。七並べ強かったね。全然です。ありがとうございます。そう髪短いです。うさま抱っこしながら寝てる。かわいい。いいね、優しい子になりそう。すごい、うさまんちゃん抱っこして寝てるなんて。小さい頃の写真までデジカメかな、わかんないです。携帯じゃない。弟の方がかわいい。小さい頃やけん見せれるけど。初めに生まれてすみません。え、自分もですよ。そんなこと言ったら初めに生まれました。お母様、そうお母様は見とるかもしれん。昔の写真感半端ないです。ゆっきりか。弟さんも余る眉毛。でも自分今回うまくいきましたよ。眉毛今日自分でやったんですけど、眉毛。お母様、あ、ドラえもんと一緒。ドラえもんと一緒。急に写真配信。のりさん尊い、ありがとうございます。顔勝手に晒すんじゃねえよって。弟ね、でもちっちゃい頃なら OK って許可はいただいてるので。弟剃った剃った。このドラえもん買ったんかな、何かの付録かな。ドラえもん、ドラちゃん。そう前に許可取った。実際この写真弟と写ってるやつが多いけん。ですね。そう家にいたんです。記憶にないんですけど写真ではいますね。ドラえもん、昔のドラえもんですね。これ今のドラえもんじゃないぞ。昔のでかい。今はいないです。これ小学5年生の黒リカです。日焼けしてる雪リカ小5。ドラえもんあまり変わらないよ。そう弟は今高校生二等身。
目でかいです。記憶にはないんですけど、いたらしいです。そう、いろんな写真ある。もうこの辺でやめます。七並べもあるので。これピアノの発表会です。この時は小学5年生なので焦げてます。色黒理科です。黒理科活発そう。この頃元気ですよ自分。ほら黒いです。でもあ、デコ出してる。焦げてるんです。そう焦げてます。もうこの辺でやめよう。キリがなくなるので。この辺で終わり。そう、小5です。あれが小5なっちゃうみたい。え、何それ、ひよたんっぽい。嬉しいです。え、あ、色がですか。嬉しい。ひよたんっぽい。そんな感じです。もうないですね。時間かかるけんもういいや。ほげパン。子供がピアノ習い始めたのにコロナで。え、子供って息子さんですか。息子さん。ピアノ。メクネコファミリーさんこんばんはって。違うか、挨拶じゃない。面影を感じる。そうだね、あんまり変わってないんです。小5からおでこの感じがひよたん感が、え、嬉しいです。浜岸さんもおでこが広いっていうのがチャームポイントなんですよ。実は浜岸さんも高身長、おでこが広いっていう。そう好きです。いい。男性でピアノ弾けるの絶対いい。でもピアノは途中でやめたくなることがめっちゃきます。ピアノって大体お母さんが勝手に習わすってイメージなので嫌になるけど、続けたら絶対いい。投げよう。ほい。ほい。トカゲさん、夜です。こんばんは。おでこ。俺も昔ピアノ弾いてたね。自分の弟もやってたけど。ほい。じゃあ終わります。16分。壇上やめます。ピアノ弾いてた。でも自分も子供ができたらピアノは習わしたいけど、ピアノやめたね。ピアノってなかなか続けれないです。自分お母さんが強かったのでもう生かされてたって感じ。はーい。ピアノやってよかったと思いますね。自分もそう、4歳ぐらいからやってました。30からできそうだったら25分44からやります。じゃあ壇上読みます。13位、青木地さんありがとうございます。12位、津さんありがとうございます。11位が栃木のマッキーさんありがとうございます。10位、デアローサさんありがとうございます。で9位、トシさんありがとうございます。8位、ゆずりえさんありがとうございます。7位がベホゲナさんありがとうございます。6位、ケリドンさんありがとうございます。5位、ジャクソンさんありがとうございます。4位、イエザさんありがとうございます。3位がヤスルパンさんありがとうございます。2位、コトブキさんありがとうございます。1位がヤスベイさんありがとうございました。ありがとうございます。パチパチパチ。おやすみなさい。おやすみなさい。七並びあります。ゆきひかがふくらさんと言ってしまうって、ふくらさんに言ったらふくらさんもそう思ってた。そうなんですよ、なかなか言えないです。面と向かってあかりんさんなんてなかなか言えないです。お疲れ様です。お疲れ様です。よし。電波時計スタンバイ。何分かな？ 25 いけそうですね。
25分44でやります。20分はちょっと急ぎなので25分44秒からやります。そっから5分おきです。6回できますね。6回分では、福さんでいこう。福さん、そう、25分44でいきます。じゃあ終わります。ありがとうございました。バイバイ。終わります。3 2 1バイバイ。待ってます。7並べで。